中華民国政府が21日午前エルサルバトルによる資金援助の要請には応えられないとして国交断絶を宣言しました外交部によりますと当国の求める資金は公安建設に関するものでしたが専門の技師団を派遣して調査した結果経済的な支援は 中華民国とエルサルバドルのいずれも債務危機に陥れる可能性が高いと判断しました。また、エルサルバドルで来年2月に行われる選挙で不利が伝えられる当国与党の選挙資金の提供も求められていましたが。 外交部は民主主義の原則に反するとしてこの要請も拒否しました蔡英文総統は午後に臨時記者会見を開き談話を発表しました蔡総統は関連の情報は以前から掴んでいたとした上でエルサルバドルが中国大陸との外交戦争の場となるのを回避するため努力してきたが 中国政府は圧力をかけ続け、エルサルバトルとの断交で、台湾の人々が国際社会に歩み出そうとする意思をくじこうとしたと説明、世界の航空会社に対する台湾の故障変更要求など、中国の台湾に対する圧迫は何ら変わらず、至る所で行われていると警戒しました。 蔡総統は現在の中国は台湾海峡両岸の平和に対する脅威であるばかりでなく各国内部への干渉や国際秩序の破壊を通じて世界の情勢不安を引き起こしていると批判国際社会に対し事態は切迫しており中国の行いをこれ以上容認すべきではないと呼びかけました。 蔡総統はさらに現在の両岸関係はもはや両岸だけの問題ではなく地域の問題だと指摘中国のアジア地域に対する野望は従来の秩序への挑戦さらには新たな国際秩序をリードすることにあり 貿易摩擦が激しくなる中中国は台湾への圧力を強めてこの地域における影響力と実力を際立たせることを狙っているのだと分析しました蔡総統は中国が台湾の主権を脅かそうとする力は過去と比べ物にならないほど強いとした上で 中国の要求と行いはすでに台湾の各主要政党の我慢の限界を超えていると主張、今は互いの両岸政策を比べている場合ではなく、団結し、台湾の主権として譲れない共通のラインを力を合わせて守るべきなのだと呼びかけました。 蔡総統は中華民国台湾の名義による外交関係が崩されることは我々共通の限界ラインを超えると主張中国が我々の友好国に圧力をかけ中華民国との断交を中国との外交関係樹立の前提とすることは我々の所見に対する審判行為だと批判しました。 蔡総統はさらに中華民国台湾は現状かつ現時点での最大公約数で台湾の人々が団結する基礎であるとの見方を示し団結しなければ中国に向けて明確なメッセージを示すことができずそれは中国側が台湾の人々の限界ラインを誤って判断することにつながるほか台湾の政党と政党の間 政治家と政治家の間を分裂させることは可能だと誤解することにもつながると危惧しました蔡総統は過去2年台湾の人々は威嚇を受けようが自由民主や国際社会に貢献する決意を放棄しないことを世界に証明してきたとし今後も理念を同じくする国々と連携し 制御を失いつつある中国の国際的な行為に対抗していく考えを強調同時に友好国が中華民国台湾との長期的な友情ならびにそれぞれの国の実質的な発展のため台湾が果たしてきた貢献を大切にしてくれるよう求めました。 総統は最後に圧迫されればされるほど団結が必要で一致団結して数々の難関を乗り越えていくことを呼びかけました。